こういうふうにザクッというか、あんまりリアルにバシッと出てない場合は、バシッとリアルに入れる方がいいです。これもカートをだいぶ変わりしますけど、okay. 魚に合わせた目を描いてください。この魚拓に合わせた目を描いてください。